今までだとやっぱこう若手ドライバーが常に引き抜かれてトムスに行くみたいなのがあったじゃないですか。で今年はですね、なんとちょっとお金を払ったらそれを阻止できるとか、そうですよ、持ってかれないようにお金を払うことないですよ、手付金みたいなのが今までのはちょっと足りなかったんですよね、伊藤とかいろんなドライバー、坪井とか山県とか。でも先的には引き抜かれへんかったっていうのはショックじゃない。いや、そこないですよ。なんかちょっと落とし入れようとする。ちょっとこんな風に来てますけど別の人が来ると思う。